不死身キャラの倒し方。アニータ雑学。アニメや漫画を見ていると、いや、絶対勝てないだろうという不死身キャラを予想外の方法で倒してしまうシーンを見かけることがよくあります。そんな不死身キャラの対処法は、案外シンプルな方法であったり、倫理的に NG な方法であったりと、様々です。というわけで本日は、不死身キャラの倒し方ランキングを見ていきたいと思います。なお、本ランキングは、本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果及びコメント欄の反応をもとに、アニータが倒し方を分類し、順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数10万票、総コメント数540件。皆様、たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方は、ぜひコミュニティの方も覗いていってください。それではスタート。第10位。固有の弱点をつく。なぜ初めにランクインしたのは、不死の体に残された急所を狙う方法、固有の弱点。一番わかりやすい例で言うと、倒しても復活する吸血鬼の弱点、日光、聖水、ニンニク、十字架。大体の作品で、これの中のどれかが弱点であり、特に日光はほとんどの作品で弱点。徐々に奇妙な冒険、終わりのセラフ、隣の吸血鬼さん、夜更かしの歌や、吸血鬼すぐ死ぬなど、バトルやギャグなんかの作品ジャンルに関わらず、日光の光で灰になる場合がほとんどで、完全に殺すことができなくても、致命的なダメージを与えられる。しかし、東方プロジェクトのフランやレミリアのように、一応弱点に挙げられるが、本当に効くのか、どれぐらい効くのか明かされていない場合もあり、ストライクザブラッドの吸血鬼、スキとライカとノスペラトゥのイリナのように極小のダメージにしかならなかったり、ほとんど効かなかったりなど弱点と呼ぶには微妙だったり、月姫のアルク、ヘルシングのアーカードのようにあまりに強すぎる化け物には一切効かなかったり、彼岸島の吸血鬼のようにそもそも弱点ではないで、化け物語の推しの忍のように吸血鬼としての力が弱まりすぎで日光をほぼ克服したパターンも存在する。吸血鬼以外でも鬼滅の刃の鬼も日光で消滅するが、日光を恐れているため夜以外は見つけることが困難であったり、ネズコのように日光を克服する例もあり得るため、弱点をつく難易度や弱点の克服を考えると完全に信頼しきるのも危険。そもそも吸血鬼のように弱点がメジャーなものばかりではなく、弱点は普通隠すものなので、弱点の情報を得ることも難しく、デスノートの死神を殺す方法が人間の寿命を増やすことや、時々プリキュアのプロト事故中の人間が存在する限り不滅など知っていてもつくことが無理ゲーな弱点もあるため、弱点をつくという発想自体はいいが、それに固執するとうまくいかない場合も多く、確実性が低いことを考慮してこの順位とした。第9位、精神系攻撃。続いてランクインしたのは、不死の体の攻略を諦め、幻覚や現実にはめる作戦、精神系攻撃。いくら攻撃しても復活したり、そもそも傷つかない体を攻撃するのは無意味。その体を操っている精神を攻撃することで、攻略する方法も存在する。幽遊白書のトグル兄は、圧倒的な強さを持つ弟と比べれば弱く、体の変形能力と生命力の強さくらいしかなく、そこまで圧倒的に強い敵というわけではなかったのだが、何やかんや色々あって、無限の再生能力を手に入れたことで、完全に不死の存在となるが、クラマの怒りを買ってしまい、邪念樹の種を植え付けられる。邪念樹とは、寄生した対象の脳を侵食し、栄養吸収しながら死ぬまで幻覚を見せる植物で、トグロ兄は無限の再生能力を持つため、どんなに吸収されても死ぬことはなく、永遠に幻覚のクラマと戦い続けることとなり、無限の生き地獄を味わうこととなった。このように体ではなく精神への攻撃で不死の敵を無効化した例は他にもあり、コードギアス復活のルルーシュのシャムナはリゼロの夏木スバルのような死に戻り能力で、死ぬと6時間前に戻ってやり直すことができ、大きい分類で不死身に近い能力の敵で、死ぬ前の経験から対策してルルーシュの作戦をどんどん無効化する。そんなシャムナにルルーシュは眠り続けろというギアスをかけ、ループしても何もできない状態にし、眠っている間に爆発することで勝利した。このように敵の精神や意識に干渉するのはかなり有効な策ではあるが、マーベルのウルヴァリンなど精神も健常な状態に戻すタイプの不死者の存在も考えられるため、信用しすぎるのはかなり危険で、そもそも強力な精神攻撃の手段が現実では非常に限られてくるため、難易度はむしろ高いと言える。第8位、殺し続ける。続いてランクインしたのは、ほぼ無策とも言えるが、逆に通じることがある戦法、殺し続ける。一度殺して死なないからといって、殺し続けても死なないとは限らない。不死身の敵の不死性が完璧でない場合、変な小細工するよりも、殺しまくった方が早いかもしれない。鋼の錬金術師に登場する、ホムンクルスやホーエンハイムは、体内の賢者の意志で復活するが、完全な賢者の意志ではないため、復活し続ければ限界が来るし、攻撃しながらだと消耗も早い。大佐がラストを焼き殺したように、超火力の攻撃で、長時間殺し続ければ、殺すことが可能となる。また、完全な不死性を持つパターンでも、有効な場合が存在し、仮面ライダーウィザードのフェニックス太陽までぶっ飛ばされて焼かれ続け、破壊と再生を繰り返しているが、この状態から抜け出せないため実質無効化に成功している。このように殺し続けるのは意外と有効で、ワンパンマンのゾンビマンもワン先生曰くミキサーにかけ続ければ死ぬらしい。またメイドインアビスのボンドルドのように意識を他人にコピーしまくるタイプの不死身はむしろ殺し続けることしかできず、ボンドルドの意識を持つ全てのアンブラハンズを殺しきることが必要となる。このように意外と効果があることが多い。殺し続けるだが、そもそも一回殺すのも難しい。実力者も多く存在するし、復活の仕方によっては完全に無効化されることもある。他の方法と併用することで進化発揮する作戦かもしれない。第7位、本体を攻撃する。続いてランクインしたのは、不死身と思わせて実は不死身ではないパターンに有効、本体を攻撃。不死身キャラのパターンの中でも海外に本体を隠していることは多く、コア的なものを破壊することで不死者を倒すことができる。鬼滅の刃の刀鍛冶の里編の敵、十二鬼月上限の4ハンテングはむちゃくちゃ強い分身を4体も使う敵で、分身は首を切られても死ぬことはなく、本体はネズミサイズになって逃げまくり、その首は死ぬほど硬い。分身を相手にしながら本体を探し、とどめを刺すことが必要で、ただでさえ強い敵なのに倒す難易度は鬼畜レベル。しかし倒す方法がそれしかないので、このタイプと戦うときは戦闘の
能力の他に感知能力も必要となる。ハンティングのようにもともと鬼で不死身に近い能力を持つ敵以外でも本体と肉体を分けて疑似的な不死身を作っている敵は多く、ハリーポッターに登場する帝王ボルデモードもそのパターンで、分霊箱という自分の魂を分けた箱をいくつも作ることで完全には死なず死んでも復活できるように準備をしていたり、大の大冒険の大魔王バーンは自分の体の時を止めて前世紀の肉体と自分の精神を分けておくことで疑似的な不死身を完成させたり、フェイトシリーズの魔刀造剣は肉体を虫に置き換えた上で魂も虫に宿らせることで核となる虫への直接攻撃しか殺せないようにしていたりで、不死というより反不死くらいの敵が主に使っている。しかしこのパターンの敵は自分で考えて不死身になっているので狡猾な敵が多く、普通の不死より厄介と言える。鬼滅の刃のアニメ化以降のネタバレを含みます。アニメ派の方はご注意ください。第6位、自殺に追い込む。続いてランクインしたのは相手の心を折る戦法、自殺強殺。不死身の体に対して心は脆い敵が多く、やはり精神攻撃はかなり有効。だが精神攻撃の手段はかなり珍しく、習得するにも難易度が高い。しかし心を攻撃するのにそんなことをする必要はなく、生き続けることが辛い状況、自分の罪に耐えられない状況を作り自ら死に向かわせればよい。チェーンソーマンに登場した悪魔の一体、ホテルに取り付いた永遠の悪魔は公安メンバーを8階に閉じ込め、精神的に追い詰めながら永遠に再生する体を使い持久戦に持ち込んだ。しかし作戦を逆手に取られ、永遠の悪魔が死にたくなるまでチェーンソーマンに体を刻まれながら体を食われ続け、3日間で完全に心を折られ、普通に戦ったら見ることすらできない心臓を自ら差し出して自殺。また鬼滅の刃に登場する敵、十二鬼月条件の3赤座は人間だった頃の記憶を思い出し、自らの行いに耐えられなくなって無惨の呪いに打ち勝って自滅し、再生を続けていた体に死を受け入れさせた。ただし赤座のパターンはものすごく優しい上に無惨の呪いに打ち勝つ強さも必要で、自殺した鬼が赤座一人であることからかなりのレアケースであることが分かり、相手依存が強すぎるとも言える。他には物語シリーズの獅子類聖城のパターンでは、自分が怪異殺しの専門家であるにもかかわらず吸血鬼になってしまったことで耐えられなくなり身を投げ出して太陽に焼かれて灰となったように、自分とは何かというアイデンティティを揺るがせれば自滅してくれるかもしれないが、運要素が非常に高くうまくいくかは相手次第。しかし言葉だけで成立するので他の方法より敷居が低く、特にデメリットもなさそうなので、成功したらラッキーくらいでとりあえずやってみてもいいかもしれない。第5位、上位の存在に頼る。続いてランクインしたのは、自分で倒せないのなら誰かに倒してもらってもいい、上位の存在に頼る。作品にもよるが、不死身の力は神とか悪魔とかの人間より強い上位の存在に近く、不死身のやつがいるということはそれよりも強いやつがいる場合が多い。ドラゴンボールスーパーのザマスはスーパードラゴンボールで不老不死となったが、封印されかけたことで力を求め、悟空の体を乗っ取ったもう一人の自分悟空ブラックと合体することで圧倒的な力を持つ合体ザマスとなって力を発揮。しかし不死が完全でなくなり、トランクスに殺されたことで肉体を失って完全な不死、無限ザマスへと姿を変える。もはや世界そのものでもある。殺すことは不可能だが、悟空が最高神の禅王を呼び出し禅王の激励に触れたことで存在自体を消滅させられる。このように最強の化け物にはさらに強い化け物をぶつけて倒すパターンがあるのだが、問題はその強すぎる化け物から自分はどうやって逃れるかである。悟空のような陽キャならなんとかなりそうな気がするが、陰キャには絶対不可能。さらに味方の不死身キャラを殺されてしまう場合もある。メダカボックスのアジムなじみは究極のインフレキャラであり、1計2858兆519億6763万3865個の膨大な数のスキルを持ち、死んだ万象のありとあらゆるものを操り3兆年の時を生きて死んでも蘇る、もはや神のような存在だが、仲間になった後それ以上の化け物獅子目いい彦に輪ゴムを当てられ不可逆的に殺される。このようにインフレしきった世界ではより強いキャラがすぐに出るので、不死身キャラを倒せる者も多く、味方が死なないように用心するのも大切である。第4位、弱体化させる。続いてランクインしたのは、倒せなければ弱らせればいい、他の作戦との併用もしやすい弱体化。不死身キャラは不死身なだけではなく戦闘力も強いものが多く、戦闘力さえ奪ってしまえば殺せなくても無力化できる。魔法先生レギマに登場する吸血鬼のエヴァンジェリンは作中最強クラスの魔法使いでもあるが、主人公の父ナギによって投稿地獄という呪いを受ける。この呪いは名前の通り永遠に学校に行かなければならない呪いで、魔法と魔力を極限まで封じられほとんど無力な状態になった上で、魔法ら学園女子中等部に通わなければならない呪いで、3年生で卒業しても1年生からやり直し、最強の存在であるはずなのに女子中学生に混じって授業を受けなければならない。ここまで弱体化されれば悪事を働くことは難しく無力化できていると言える。また不死の力自体を弱体化させてから殺すということも有効で、銀玉の神楽の母星のアルタナによって不死であった効果は、結婚して家族を選び星を離れたことで力を失い病気で死んでしまったし、仮面ライダーエグゼイトのダンクロとは死のデータを集めてデンジャラスゾンビを作り父を超越した不死身となるが、マキシマムゲーマーによってリプログラミングされ不死性を失って死亡した。このように一度不死性を弱らせてから殺すのは有効な手段である。しかしこのパターンも難易度が高く、ヘルシングのアーカードを殺しかけた少佐による作戦である、どこにでも存在できるシュレディンガー注意をアーカードに取り込ませることで何やかんやでアーカードが存在できなくするという離れ技は、シュレディンガー順位という希少な存在と少佐という天才が合わさって初めて成立した策で、あまりに要求値が高すぎるし30年で復活されている7つの大罪のアンデッド版がエレインのために不死身ではなくなったように、敵が不死身でなくなるタイミングを狙い続ける方がいいかもしれない。第3位、
封印する。続いてランクインしたのは、最もシンプルで強力な方法、封印。不死身キャラの倒し方といったら、やっぱり封印。不死者を無理に殺そうとするのは二流。真の不死身は本当に死なないので、どうやっても復活する。永遠に捕らえておける手段があるなら、使わない手はないでしょう。ドラゴンボール Z 映画で登場した、ガーリックの息子のガーリックジュニアは、ドラゴンボールを集めて、シェンロを呼び出し、永遠の命を手に入れた。しかし、悟空とピッコロに追い込まれ、全てを吸い込む異空間、デッドゾーンを作り出す。しかし、ご飯が跳ね返したことで、デッドゾーンに自分がはまり、永遠に閉じ込められてしまい、王様ランキングの王権は、一代前の冥府の王、サツンの息子の三男で、サツンが不老不死の研究を行った唯一の成功例である。サツンが体を奪おうとするが、兄のデサハがサツンを殺し、25歳で不老不死に目覚め、代わりに心を失ってしまい、人間ではなくなってしまう。そんな彼は最強の騎士となるが、力だけなら王様ランキング1位級のボスとの一騎打ちにて、岩に封印されて勝負に敗れる。このように封印は、不死者の無力化にかなり有効。当初では、ナルトの被弾を生き埋めにした、鹿丸の作戦が 16% で第2位。普段は冷静な鹿丸が、死であるアスマを殺されて、怒りをあらわにしながらも、クールに倒す。ナルト屈指のベストバウトであった。その他にも、マザー3のポーキーの、絶対安全カプセルや、アジンの佐藤のための、缶オケなど、封印は最も多い策でありながら、封印する相手の性質を逆利用した、考え尽くされたものが多く存在し、応用力のある答えだと言える。チェーンソーマン一部終盤のネタバレを含みます。アニメ派の方はご注意ください。第2位。食べる。続いてランクインしたのは、禁断のカニバリズム。食べる。封印するといっても、永遠に破られない仕組みは難しく、3位で紹介したガーリックジュニアも、一度は抜け出して復讐しに来た。そんなことにならないためにも、できれば消し去ってしまう方がいい。そんな中で食べるという、自分に取り込んでしまう手段は、倫理的には良くないが、非常に有効な場合がある。物語シリーズの、獅子類聖四郎は、灰になっても死ぬことができず、400年の時間をかけて、少しずつ集まり復活する。灰になってもいずれは復活する。彼を殺すのは不可能だったが、推しの忍に食われることで、不死から解放され、ようやく死ぬことができた。また、チェーンソーマン一部のラスボス、支配の悪魔であるマキマは、内閣総理大臣との契約により死んでも適当な日本国民の事故病死に変換され1億以上の残金を持ち殺せるのは全ての日本人を殺した後狡猾なマキマのことなのでおそらくそれでも殺すのは難しく能力で間接的にほとんどの悪魔を操れるため封印するのも難しいそんな彼女を倒した方法は皮膚や血や臓器髪の毛の一本まで伝授が食べマキマと一つになることであった生姜焼きハンバーグカツナゲットもつ煮込みあらゆる料理にして支配の悪魔を平らげたあまり良くない行為であるはずだが2例ともかなり人気がありコメント欄で注目を集めていたためこの順位とした第1位地球外へ追い出す。見事第一に輝いたのは、最も現実的で、最も効果的な方法。地球外へ追い出す。不死者は死なないからこそ不死者だし、封印はいつか解けるし、食べるなんて論外すぎる。そんな中でかなり有効なプラン。それこそが地球外排除。宇宙にぶっ飛ばすことである。ウルトラマンマックスに登場する完全生命体イフは、その名の通り完全生命体。その最大の能力こそが、受けた刺激を倍増して再現する能力で、簡単に説明すると、攻撃を受けるほど強くなる能力。どんな攻撃を受けても死なず、パワーアップして厄介になる。不死な上に無限に強くなるため、事実上最強の怪獣の一体である。そんなイフはなんやかんやいろいろあってピッコロの音色を学習し音楽を奏でながら宇宙へ誘導され地球を去っていったのだがパラレルワールドでは地球を滅亡させており地球外へ出す以外方法はなかったまた柱の男のリーダーであり太陽の光を克服してアルティメットシングとなったカーズは全ての生物の頂点となり溶岩に落ちても死ななくなって世界はカーズのものになるかと思われたがエイジャの積石によって増幅されたジョセフの波紋で火山が噴火し成層圏を突き抜けて宇宙の彼方へと吹き飛ばされたことで絶対零度で凍りつき完全に身動きが取れなくなり生物と鉱物の中間の存在となってそれでも死なないので考えるのをやめた今回の投票はカーズの圧勝で全体の 70% で堂々の1位コメント欄でもほとんどカーズで圧倒的な人気を誇った実際にやる場合でもイーロンマスクのスペース X が前澤さんとかも行った宇宙旅行を1人80億円くらいで販売しているので地球を救えるならかなり安いでしょう見事第1位ランクインいかがでしたでしょうか本編では紹介できませんでしたがガッチャマンクラウズのベルクカットや遊戯王 GX のユベルのように融合するドラゴンボールのマジンブーのように細胞を一つも残らずに消滅させるなどもコメントが挙げられていました皆様たくさんの投票コメントありがとうございますこのように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので皆様よろしくお願いしますまたこんなランキングをやってほしいというリクエストがありましたら本チャンネルのコメント欄にてどしどしコメントをお願いいたします最も刺さったリクエストはコメントを固定させていただきます最後にサブチャンネルの方でも頑張って動画上げてますので応援していただける方ぜひ概要欄より登録をお願いいたしますそれじゃあまたねバイバイ